はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。今日から長月、たまらんちん会長様、うらめ999様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。長月って夜長月の略だそうであります。夜が長い月、つまり9月、夜が長くなってくる、日が落ちるのが早くなって、夜長月がだんだん長月ってなったみたいであります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今年1月から6月までの上半期の出生数出生数は、35万74人、随分細かいところまで出るんですね。前年度比マイナス 5.7%、昨年がですね 72.6 万人だったんで、今年は70万人ぐらいで落ち着きそうな感じになります。ひょっとしたら切るかもしれない。半分で35万74人だから70万148人とかなったらすげえな、ぴったりだな、思うんですけれども、世論です。税金泥棒、子ども家庭庁、子ども家庭庁に予算出す口実ができたら国が滅びるレベルで減ってるな。未婚率も右肩上がり。この出生数で社会保障費を賄うのはどう考えたって無理。これ出生数と出生数って、2つ読み方あるんですけれども、出生数、テレビとかなんかではニュースなんかでは出生数って言ってるな。少子化対策で J リーグの無料招待券をばらまくバカ政府少子化は自民党の当然、3000万人ぐらいでちょうどいいよ。成果が何も出ない自民党は総裁選祭り気分、毎年減るのが当たり前だろ、母数が少ないんだから。人口5000万人を見越した社会づくりをしろって話、5000万人で聞くかなって話なんですけど、この少子化ね、何らかのパラダイムシフトが起こらないとどうにもならないですね。パラダイムシフトって価値観の大変化であります。例えばですけど、年取って子供の世話になりたくないとか言ってねえで、言ってねえでね、そうするとね、年金もっと高くしろとか、医療費75歳以上1割だって、そうなっちゃうから、俺は大きくなった体ダメになったら子供に養ってもらうんだ、で子供が稼げるようにすることに全力を捧げる、全力を投じるんだと、でそのために貯金も何も、なしで子供が稼げるようにするのに全力にするんだ、で子供に養ってもらうんだけど、子供に嫌われないようにいつもニコニコして風呂の掃除やゴミ出しや赤ちゃんの世話も全力を尽くすんだっていうような価値観の変化ですか。子供が、できなかった人は養子もらうんだ、うちは見て、将来子供に面倒見てもらうんだ、で子供が稼げるように、で老人や弱者に辛く当たるような人間にならないように育てるんだっていうような価値観の大変化。あとはですね、鎌倉の頃は一族郎党で住んでたみたいなんですよ、何家族もね、でそうして助け合わないと生きていけなかった。でそれがですね、家族単位、終戦までは日本も、政府が国民を把握する最小単位が家だったんですね。家長制度って言いまして、どこそこ番地の何々家の誰それ何々家までを政府が把握してたんですけど、それが終戦で敗戦しまして、個人にばらされちゃいましてね、で個人で生きていくのがまだ早かったんじゃないかっていう気もしてきますね。家長制度なんていうと左翼が猛烈に攻撃してくるんで、だからそうなのかな、家長制度を少し個人個人で生きていけっていうのは早かったのかな、なんて思いましてね。自民党はですね、いい人ぶって女性が輝ける社会をなんてやってるうちは永遠に減り続けますね。女性が家庭で輝かないと子供なんか増えない。この原因は自民党議員を当選させている有権者、支持者がですね、
少子化をそれほど問題視してないからなんじゃないか。それよりですね、保険料安くしてとか、充実した医療をとか、高齢者負担、後期高齢者負担1割とかね、最近お金ある後期高齢者は2割ねなんてことになっちゃいましたけれども、問題なのは自民党がですね、減った労働力を手っ取り早く外国人で補おうとしていることですね。そして子ども家庭庁の福祉がですね、外国人住民にも降り注ぐことなんですよ。子ども手当拡充されました。毎月1万円から1万5千円に、あと今までなかった高校生16歳から18歳にも子ども手当出します。これがですね、日本人限定じゃなくて外国人住民にも与えられるんですよ。なんかね、少なくとも片親は日本人じゃなくちゃあげないよとかですね、そういう区別必要じゃないよって思うんですけど、日本国内で外国人ばっかりね繁殖してですね、いずれ逆転されちゃいますね。子ども家庭庁が無差別に金配ってたらね。ロンドンはすでに白人人口半分以下になっちゃってます。マイナーになってます。そうなった時にそれは日本って呼べるのか。増えた外国人が大騒ぎすればね、ことなかれでバカな自民党は参政権を渡してしまうのではない。今からね心配してますけど、人口5000万人の国を覚悟してください。今のような福祉は到底不可能です。自民党議員はですね、口が裂けても言わないけれど、いつか誰かが言わなきゃいけないことですよ、これ。出生数70万人がね、全員平均寿命の84歳まで生きたとしても、5800万人程度ですよ。来年は70万人以下、再来年はもっと減るでしょ。65万人とかなっちゃうでしょ。5800万人っていうのも怪しくて、いずれ4000万人、3000万人の国になりますね。そうなった時に純粋日本人って存在してるんだろうか。大部分がですね、外国人との混血になってるんじゃなかろうか。私は難病51号なんで、30年後50年後みたいな日本を観察できそうにないですけれども、生きてるうちは精一杯、活動しますけれどもね。自民党と政府、2030年までが少子化を食い止めるラストチャンス。とっくに過ぎ去ってるのに何寝ぼけてんだと話題になっておりました。もうやだなーって。これね、子ども家庭庁の予算獲得のためのポジショントークっていうんですね、これね。本気にしないでって話で、世論です。もう終わってますとは言えばな、ラストチャンスは2000年前後だったんだよな。30年以上前からラストチャンスって言ってないか。アメリカはただただ移民入れてるだけで、白人は絶賛絶滅中や。少子化大臣何やってんの。2030年政府、2040年までが本当に最後、ラストチャンス何回やんねん。育休5日しか取れなかったんだけど。そうなの。男女雇用機会均等法、これが少子化の原因のすべて。私もそう思いますね。人口が5000万人突破したのが明治時代だそうで、その時の新聞が狂気乱舞。今の 1.2 億人っていうのが多すぎなのかもしれないな。男女雇用機会均等法、これが少子化の原因のすべて。私も同意見であります。これっていうか男女平等って考えね、これが動き出した昭和30年代後半、高度経済成長がピタッと止まりました。これのせいじゃねえかなって私は思ってますけど、金がないから繁殖もできない、経済が停滞してからね、停滞した日本に突入。男女雇用機会均等法は経済の足かせですね。男女平等っていうの、これがなかった頃の女性は地獄だったかっていうと、そうでもないしよ、あんな。カカア殿下とかね、花嫁修行という身分を破壊しましたよね、男女平等っていうのはね。子供増やすのに必須のですね、専業主婦の地位も低下しましたよね、男女平等で。出産前後とですね、乳幼児がいる期間は女性はどうしたって未亡人になりますよ。2歳、3歳、5歳ぐらいまで目離せねえもん、あっちちょろちょろこっちちょろちょろ。その期間は必然的に専業主婦になりますけど、これを憎悪する層がいますね、日本人減らしたくてね。男女平等って女性に対してですね、
フルタイムで働いて納税しながら出産も乳幼児の世話も教育もよろしくっていう残酷な代物ですよね。無防備期間を守ってくれる旦那さんがいないととっても無理なんですけど、そういうわけで女性に仕事を奪われて旦那さんの稼ぎも減っているっていう悪循環、路上でベビーカーをしている若いお母さん見ると褒めてあげたくなりますよ。私なんかももう感覚的にはおじいさんなんでね。旦那の語源はサンスクリット語のダーナだそうであります。でダーナって何ってお布施のことなんだって。お布施、まあお金ですね。まあ身も蓋もないですけどね。あと夫が逆立ちすると縁になるっていう、そういう説もありますね。立憲共産社民令和の間を取り持ってですね、四党合意させるほど力のあるパヨ団体市民連合の幹部山口二郎法政大教授、今の日本でリベラル派は少数でしかないことを理解すべき。急に現実に帰ってしまい、一体どうしたんだ、なんか悪いものでも食ったんじゃないかと心配されてしまいました。世論です。急にどうした、自覚あったんだ。立憲支持率 5% だもんな。だったら政権交代の夢は諦めろ。急にまともなこと言い始めてどうしちゃったの。お前らそもそもリベラルなのか。声が大きいだけで少数派なのが選挙のたびに痛感してるだろ。内情は知らんけどこいつが言うとはよっぽどだろ。本来のリベラルとは民主主義社会を尊重する多数派のことでは。立憲を支持しているようなやつはリベラルじゃなくて極左だろう。自称リベラルは寛容でも何でもなくてただの極左なんですけどね。自分らと違った価値観を攻撃するただのクズどもですよね。山口、尖ったリベラルになるもよし、尖った寛容ってなんだよって、矛盾してんだろって話。そんな寛容ありえないよね。尖った寛容なんだそれ。一番世相を正確に反映するのが参院選の全国比例表なんですけれども、2022年度直近の参院選の結果、立憲 12.77%、 立憲共産 6.82%、 結構取ってんなー。社民 2.37%、 令和 4.37%、 合計 26.33% でした。投票する層の4人に1人がパヨみたいであります。まだまだ多いなーっていうのが感想なんですけど、少数派といえどもね。世論調査の政党支持率は4党合計だいたい 10% から 14% ぐらいになりますけれども、これ選挙に行かない層にも聞いてからね、熱心で選挙に行く層の支持率から半減してるんだなって分析しております。で、熱心な選挙に行く層の支持率は 26%、 まあ4分の1っていうのが実態なのかな。まあ次はどういう結果なんだか、次って参院選、次の参院選どういう結果なんだ、もちろん減ってほしいですけどね。超朗報であります。東京新聞、8月いっぱいで夕刊やめます。わわ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 。他の夕刊やめた新聞同様にですね、採算取れない領域に部数が落ち込んだようで、2014年から10年間でどのぐらい減ったかっていうと、東京新聞、朝刊 30.6%、夕刊は 47.9%、 ほぼ半減してますね。これでよく潰れねえなーって感心するレベルですよ。まあ、東京新聞は中日新聞の子会社で、東京新聞だけが潰れるってことないんだろうけどね。世論です。まあインターネットの時代ですからね、変更してるししょうがないか。企業努力が足りないんだろう。東京中日スポーツも廃刊やし、こっちゃあらゆる全てがのニュースがネットで見れるし、バケモン抱えて平然としてるから。バケモンって誰だよ。見開き半分以上広告も今はザラと。新聞、ネットには嘘が多い。だが消費者が選んだのはネットだったと。産経は2002年に早々に夕刊やめてたそうなんですけど、潔いね。なんで東京新聞がこれまで頑固に続けてたっていうと、一地方新聞の東京新聞が頑張ったなーって感じなんですけど、これ悪魔は勤勉って言葉ご存知でしょうか。詐欺師は勤勉って言った方が分かりやすいかな。嘘ついてる人間は朝から晩まで
気が休まる暇はないですよね。で、自分の嘘を肯定するために全力ですよね。駅前にしょっちゅうですね、戦争させないとかいうプラッカー考えてはおじいちゃん、おばあちゃんたち、あとは新宿西口行くために見かける肉球神道のおじいちゃん、おばあちゃんたち、すごい勤勉ですもんね。いつもいるあの人なん、現場に立ってる人らは、まあ日当もらってんのかもしれないですけど、それやらしてる方が勤勉ですよね。きっと気が休まる暇ないんでしょうね。嘘ついて人玉ぐらかしてる自覚があるからね。というわけで、まあ、東京新聞が頑張ったのは、もう、詐欺師は勤勉、悪魔は勤勉っていう、理論に従っちゃうんじゃないか、なんて、ちょっと、思っちゃいますけれども、早く長官もやめねえかな、東京新聞な。ログでもねえからな。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。